るもんね。まず飲んどくか。もう始まりますよ。もう始まりますよ。知ってるよ。もう来ますよ。体の気持ち。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。幸せの種はみんなの分あるんですよ。だからまずは知ることからです。今日はですね、はい、ちょっと質問ね、はい、今まで体の気持ちでいろんなことをやってきて、あ、こんなことで体の SOS があったりするんだよって、まあ一般的に言えばスピリチュアル分野と言われるものが大体そういうものなんだけど、はい、知っているものをちょっと上げてみて。うーん、石とかそういうやつ、うん、ストーンのもやったことある、うん、あとあのほら色のやつなんだっけ、ソーマーオーラソーマ、オーラソーマ逆だね。惜しい。あとはアロマもそうだね。アロマ、うん、月、アロマ月ね、影響するね、うん、タロットとかっていうのまた違うんですか、うん、そうそう、だから月は存在するものだからね、うん、まあ、ストーンメッセージもそうだし、あのオーラソーマもそうだけど、自分で選ぶ、うんね、うん、なんか気になる、はいはいはい、これが気になる、数とかそういう、まあ、数もそうだし、うん、はいはい、ナンバーね、うん、調べてみたらその数の意味があるみたいな、うん、これってだからあのシンクロメッセージの時に言うんだけど、あのキャッチするかしないかなのね、うん、そういうことなんだよってことを知ってるか知らないかで、実はあちこちあちこちにいろんなものが、ミチナだったらミチナに対して、うん、ルディだったらルディに対していろんなメッセージがある、うん、だけど知らなければ見逃すでしょ、はい、でそれがあって、あ、数字だなって言ったら数字が気になるじゃん、そういうとこなのね、うん、でそれがいくつもいくつも知っていれば気づくタイミング、チャンスがいろいろある、うん、うちでね、あのストーンメッセージって言ってね、あのトトロのさ、トトロがこうやってお土産持って食べてくれた、あんなみたいにね、はい、あの石をね、こうやってわざわざリリアンで包んで、うん、中にメッセージを入れて、うん、あのいっぱいこうやって積んどいて、ストーンメッセージどうぞって言ってアトリエでやってたのね、うん、ちょっと本当にね、ぴったりなメッセージが来るんですか、来るのよ、へー、ね、不思議なんだ。私も前、キミさんがやってくださったあのおみくじ結構好きだった。あ、おみくじね。おみくじ、あれも来ますよね。うん、来るでしょ。来る。あれ、そうです。また再開しようか。そう、あれ好きだったです。そうそうそう。だから、本当にいろんなことがあってね。うん、で、私は、もう何年だ ?10 年前にスペシャル分野を関わった時に、一番最初にあのプロの、まあ、タロットと専用先生術をやる子がいてね、うん、でその子が、別に液を習っていて、うん、液ってさ、液車さんってこんななんかシュッシュッシュッって棒をこうやってやるじゃない、こんな帽子かぶって、はいはい、でもあれね、サイコロとかコインとかでもできるのね、へで、まあ、読み方がプロっぽいやり、プロのやり方を先に習っちゃってるから、うん、本に出てるよりまたちょっと深い読み方をするんだけど、言ったじゃない、私スピリチュアルの最初勉強した時に外人の先生が来てお話聞いた時に、本当はみんな誰にでもある能力なんですよって、五感を使って、うん、ね、あの星を使って、うん、風を見てやってたんだよって言って、はい、で液っていうのはほら当たるも八景当たらぬまで88 の、うん、あのいろんな組み合わせがあってね、うん、それが天とあと火、うん、それから水、うん、山、風、うん、地、それの組み合わせなの、うん、でサイコロで、まあ、あの奇数偶数で分けてね、うんうん、コロコロってやった時に、じゃあ天と水だったら天水晶とか、火と天だったら火天だったりとか、うん、その組み合わせで読んでいくのね、へ、だからまあ、意味がさ、例えば水だったらなんかすごくなんて感情的なものがすごく、ね、ウェットな感じ、ね、ウェットな感じがするだろうし、山々だとしたらもう
すごく頑固になっちゃったり、うん、物事が動かなかったりとか、想像がすごくつくじゃない？分かりやすいですね。で、私すごくその時にすごく自分に自然なものだったし、もちろんタロットとかああいう先生先生も同時に習ったんだけど、これが自分になんかすごくストンときたのね。で、楽しくて面白くて、始めた時からずっと今までの見たものをノートに全部書いてある。そうするとすぐ本当になるほどってこともあるし、紐解いてこう前のを見ていくと、はい、3年前であちゃんと出てるじゃないみたいな。割とお商売をしている人たちに、あの東洋系と西洋系って占いって分かれてるんだけど、はい、東洋系は割とねストレートに出てくるね。西洋系はどっちかっていうとあのやんわり愛が溢れていますとか、そういう見え方とするんだけど、東京は割とね、うん、あのいけるいけない、あ今だ大丈夫だから、お商売してる人にはバシッと答えられるので、それが私はなんか潔くて好きで、うん、ずっと何かがあるとこう見て、うん、で私ね、まあ、女の子割と占い好きじゃない、で母も割と好きでゼロ学とかそういうのを先生に習ったりとかしてたね、すごい。私は13歳からほら大人の世界にいたので、うん、大人の人たちと対応するの怖かったの、一人っ子で。だから大人の男の人たちとかいるのも怖かったし、うん、だけど母が占いをやっててくれたことで、あのそのスタッフの人たちとかも生年月日を聞いてきなさいっていうのね、でそうすると全部分析してくれて、あこの人はこういう人だからね、こう厳しい言い方しても優しい人なんだよとかって、そういう伝え方を13歳14歳の私に教えてくれたの。へえ。だからまあもちろんあのそれであの全部が楽になったわけじゃないんだけど、あのこういうことで何て言うかな、分析を自分のことも分析していくと自分が分かるし、ってことは自分のこっちからの面もあっちからの面もいろんな面もあって自分ができてるわけだから、うん、相手だってそうなわけじゃない、うんうん、パッと見だけじゃなくて実はねってこともあるし、うん、あこっちから人から見たらこちらの人から見たらこういうふうに見えるとかっていうの、あいろんなことがあるんだなと思うと、うん、ちょっとあの嫌だと思ってても許せることも増えるし、うん、納得いくこともね、自分だって迷う相手だって迷うっていうようなことが理解ができるようになるので、うんうん、まあだからあんまりねメディアでスペシャルスペシャルってわけにいかないので、やっぱりほら、うん、あの語弊もあるし誤解もされることもあるので、うん、クリスタルではほらシンクロメッセージって皆様向けのっていう形でやっているので、ぜひね活用してもらって、本当にあのシンクロ時に言ってるけどすぐあって思う時もあるし、うんうん、後から3日ぐらいあなんか言われてたかもって思う時もあるし、それでいいのね、はい、うん、あんまり私はとことん徹底的にスピリチュアル勉強したし習得したけれど、うん、それはそれで私は良かったけど、そんなにとことんいかなくても十分活用できることがいっぱいあるから、うん、世の中そういうこともあって活用できるんだなって思っておいてほしいよね、うん、広がりますわね。そうそう、霊だっているだろうし、ね、神様だっているかもしれないし、うん、宇宙人だっているかもしれないし、うんうん、みんなと仲良くね、なんとか融合してやっていったらいいと思うのよ、ね、はい、うん、だからそんなことをちょっとずつ体の気持ちという形でいろんなものを紹介して、はい、ね、夢とか、ね、ナンバーだったりとか、うん、面白いですね。面白いでしょ。面白いあれね、本当盛り上がるよね、うん、そう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 、びっくりしましたね、電話番号とかね、ね、うん、何の気なしにだって選んでるのに、あれ確実に選んでますからね、だってそう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 、自分でどれがいいですかって言われて選ぶんですよね、うん、3つぐらいの中からね、そうそうそう、うん、新鮮でした。そんな感じで、うん、またやろうぜ、はい、またやろうぜさあ、心のままにあなたのままで輝くために、誰もが生まれてきたんですもんね。人と違うことは素晴らしい、そして全ての出会いはギフトです。苦手なことやうまくいかないことにはヒントがたくさんあります。見逃さないでね。